どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。中国は義理、日本は礼儀。あや、売りたちは、知りまへんがな、えらいこっちゃでしかし。今回はお気楽会よね、気持ち悪めのが最近多かった気がするからな。こういう会がないとな。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡などに用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去3回バンされていますので、今後も使う可能性は高いと思います。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう、GoTo キャンペーンとかいうのが物議を醸してるみたいね。みたいだな。2020年7月22日から観光需要喚起を目的でやるんだろ。2020年1月頃から騒がれ出した流行り病で、観光業が大変だってのはわかるけど、なんかうさんくさいわよね。方向性は悪くないとは思うけどな。タイミングが早い気がするよな。タイミングもそうだけど、なんで観光業界だけを救おうとするのかしらね。他にも瀕死の業界はあると思うんだけど、よりによって人が行き交うことを推奨することにもなるしな。ちょっと違和感はあるな。どうもこのキャンペーンって自民党の二階幹事長の肝入りみたいなのよね。また二階さんか。うさんくさい時には大体関係してるな。二階幹事長って、一般社団法人全国旅行業協会の会長で、自民党の観光立国調査会の最高顧問なんだって。なるほど。近年の特定の国からの観光客の多さも関係してるな。こや、経済を回そうって考えは好きだけど、観光業だけってのが気に食わないのよね。外食産業を救うためにお食事券とかでもいいわけだしな。それに、消費税を減税とかしたらまんべんなくあらゆる業種の救済になりそうなもんだしな。それに各地方自治体の知事とかも難色を示してるわよね。そりゃそうだよな。せっかく感染者とか減ってきたのに、東京なんかから大勢人が押し寄せたりしてきたら怖いんじゃないかな。ね。観光業の人は歓迎するのかもしれないけど、他の現地の人たちからしたらすごく嫌だと思うわよ。嫌な顔されたり、後ろ指さされながら旅行なんてしても楽しくないよな。ほんとよねー。なんか浮世離れしたバカバカしい施策にしか思えないわ。ちなみに二階さんと仲のいい小池都知事はなんて言ってるんだ。締め付け大好きな印象があるけど。よく考えていただきたい、とかみたいよ。反対してる知事も多いのに、一番感染者数が多い東京の都知事がそんな温度なんだ。普段の締め付けようからしても、東京から出たらダメ、とかいうぐらいじゃないと辻褄が合わない気がするな。本心は GoTo キャンペーンには反対なんでしょうけど、二階さんの手前、このくらいしか言えないのかもね。そもそもメディアしかり、政府のお抱え有識者会だってこの流行り病の恐怖を煽ってたのに、ここに来てどんどん旅行しろ。ってのは誰しもがおかしいと思うよな。そうだけどね。まあ小池さん自身も煽ってたし、未だみんなが警戒してることに対する責任の一環はある気がするわよね。でも結局二階さんには逆らわないんでしょうね。多分だけど、うむ。二階さんは強力な後ろ盾だろうからな。小池さんは今後、官房長官とか総理大臣とかだって狙ってるかもしれないからな。まあとにかく、一貫した方針を貫いてほしいわ。とはステイホーム、国はGoToとかならないようにね。犬の調教でもしてるつもりなのかな。続きはニコニコ動画でね。